どうもエルザです。それではウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さあ今回はメインミッションやっていきたいなと思うんですが、ちょっと追跡をもろもろ解除して、やっていこうかな。意外と近いね。で、ちょっとね、いろいろ人をスカウトしておいたんで、今回は、というか、ガブリエルでやっていこうかな。ちょっとね、いろいろあるんだけど、この辺りも大変なんでね。ちなみに、めちゃくちゃ不自由なんで、ダッシュがこれで、しゃがみは一応できる。ただ、例えば壁にひっつく行動はできないって感じですね。デッドセックに変えれるんだね。あ、すごい、経験値もらえる。経験値とかお金か。アルビオンにはこういうゴミを張って歩く専門の広報部隊があるの？あんたがここで仕事を果たせばこの光景も変わってく。カムデンのみんなの視界をもっとクリアにしてやろう。分かった、任せて。ハッキング可能と、ただどうやってハッキングするかだよね。まあ、ハッキングはあれだな。相手見つけないといけないね。で、これこれ。ここに行かないとね。いやー、普通に移動がね、移動がめちゃくちゃ大変だから。この辺りか。お、いけるのこれ。さあ飛び越えは成功と。それなりにいい車はあるね。あのシザーリフトを使えば屋上までたどり着けるはずです。これね、まあ一応そっちから出れると。あ、やばいやばい、これ登りきれて、おお危ない。いい感じだね。そしてこっち側か。パイプ登りね。はい、じゃしたところでなんだよな。じゃあ登ろう。これだと。奥にはいない感じだね。そしたらいいね、チェックポイントゲットだね。これがね、結構集めないと。ってかあれか、さっきのは ETC はお金だけどって感じか。テック欲しいな。ちなみに、テッ
は今15。ハッキング妨害。おお、スキンメッシュね。これあるとだいぶ良さそうだね。ドローンハイジャックができるようになるか。もうちょっと貯めてから考えようかね。さあ、ちょっと待った、ドローンのエンジン音がしたね。いやー、全くね、スタイリッシュな動きはできないからね。ほんとね。あそこまで行く感じか。誰もいないね。あ、ちょっと待った。あー、自分で行かないとダメか。犯行のチャンス。アルビオンのプロパガンダは取り替えで区内におけるデッドセクの名声を高めろと。おっ、ハイジャック可能だね。え、これもしかして飛べないとかそんなオチはないよね。あー、ダメ。マジか。それだったらまあ戦闘中ではないから。うわー、マジか。こういうところ行けないのか。はい、インタラクト。これでさあ、チャレンジ成功と。まあ、ETO はお金だね。今7000ぐらいあるんだ ね。 いいね。よくやった。これで人の目を引ける。アルビオンに立ち向かう人間がいるってことを見せてやりな。のろしを上げてみんなを先導するんだ。何にせよ皆さんの目の疲れは取り除かれることでしょう。それで次は、アルビオンの計画に関する情報を確保してほしい。そうすれば次にこっちがどう動くべきかもはっきりする。じゃあ次行こう。次がめっちゃ遠いね。エアナックルリーグはいいから、この辺りファストトラベルして車で移動しようか。あ、そうだね。そしたらそんな感じで移動したいと思います。この上らしいね。はあ、はあ、上げ下げね。ちょっとハイジャックしに行くか。あとは、ハイジャックして貨物ドローンは移動させる。
構ねこのハック系はね、中入らないとこのお金もらえないからさ、ずーっといてこれ、あーやっぱ中入らないとダメだね。あら、参加して捜索を開始しろ。あそこでずっと待ってるんだよね。誰もいない、他を見に行く。他ね、じゃあちょっと本気を見してみようか、おばあちゃん。おばあちゃんの本気をね。ここはいい、次の場所に行こう。あ、かっこいい人。近づかないようにしてください。クリア、次の場所。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、そういうことね。これ候補者の枠決まってんだ。あーこれかっこいいよねこの人ね。よし、まあ、ちょっと逃げたみたいだな。さあ行こう。弁護士。立ち入り禁止エラー。厳重な警備が施され、危険な区域、ミニマップ上で赤く表示されますと。偵察、ステルス。了解。アルビオンが王立裁判所に活動拠点を設けました。裁判所まで手にしたのね。アルビオンがロンドンの判事と陪審員、処刑人を兼任する日も近い。だな。でも反対派の中からどうやってアルビオンがターゲットを選んでるのか、その情報もそこにあるはずだ。誰を何の理由でってことも含めてな。奴らの活動を邪魔するなら必要な情報だ。そうなんだよね。さあ注意を引かせて、さあ、うまくいくか。これでハラスメントもなくなるでしょう。対象はきっと回避するでしょう。採用候補から連絡がありました。回線をつなぎます。何か手伝えることがあったら知らせて。一番のお礼は私たちの仲間になることよ。うんうん、もちろんだよ。一人仲間になったね。さあ新人工作員ゲートなんだけど、まだミッション中なんでね。元ハラスメント加害者。いやーダメよハラスメントしちゃ。ここは通れない。いやほんとね走れないからね。さあ解除。これで裏から出れると。さあ左上まで頑張ろうか。そっちの上ね。
物騒だな。こっちは裏口だね。てかめっちゃギャンブル勝ってんな。上は大丈夫そうだね。さあ、大丈夫大丈夫、何も見てません。よし、さあ開けて、さあファイルゲット。なんかゲットしたね。あー、これでなんかいろいろ変えたわけか。バグリー、何かわかった？アルビオンが重要標的とみなしている対象者のリストを手に入れました。ロンドンの平和を脅かす存在という基準で選ばれています。ご覧ください。ジャーナリストに。この方は保護施設の運営者ですね。ああ、戸締まりには気をつけませんと。はあ？誰もが反乱の種として、あるいは不服従の兆候を示す存在として見られてる。アルビオンは市民が立ち上がる前に拘束してるってわけだ。皮肉なもんだけど、このリストを使えば味方になってくれそうなやつを見つけられるかもな。お手柄だ。それは助かる。活躍の成果はすでに現れ始めてるぞ。前に見つけたリストにアルビオンを調査しているカムデン在住のジャーナリストを見つけた。コンタクトを取ってみたら、こっちが使えそうな情報を握ってるって話だ。会ってみて損はない。座標を送ってちょうだい。じゃあミッションをある程度進めれば、それなりに人は仲間につくってことだね。結構トラップ置けるな。さあ解除。これでいいかな。うん、結構何事もなく終わったね。意外と透明化強いんだよね。足が遅いとなおさらね。ちなみにテックポイントは、まあまあデッドセックの情報提供者の前にちょっとテックの回収だけしてきますわ。さあ着いたね。この中か。さあ渡って、あ、宅配か。なんかすっごいボロボロなんだけど大丈夫かな。あなた、助けがいるんですって？で？アルビオンをこづいてる奴らの仲間か？俺だけかと思ってた。まあ意見を言うだけなんだが、
お前らは違う。ちゃんと行動に移してるんだからな。今何かしなければアルビオンは誰にも止められなくなる。それで情報を持ってきてくれた。手に入れるだけで大変だったが、アルビオンのロンドンでの全作戦データだ。補給ルート、監視対象、資産、全部入ってる。お前なら使い道があるはずだ。そうね。例えばアルビオンはキングスクロスへの一般の立ち入りを禁止したよな。あそこが連中の物流の中心なのは知られてない。資材も人員もほとんどあの場所を経由してるんだ。反乱の士気を高めたいならあそこを狙え。機能不全に陥れればカムデンじゃ身動きができなくなる。国中のアルビオンにも大打撃だ。さあ、やるべきことは明らかよ。さあ、これで、一つのミッション終わりって感じかな。で、明白なメッセージと、いうことで、今回ここまでにしようかな。ちょっとね、淡々とした感じになったけどね。メインミッションというよりかは、っていう気はするね。うん、サイドミッション重ねて、またメイン出すような感じになるのかな。ということで、今回はここまでにしたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。